それでは器という字の説明をしていきますね。じゃあ4つの口がありますが、だいたい同じぐらいのイメージでいいかな。四角に近い感じの口ですね。内側に入って閉じて、縦横だいたい同じぐらいで、少し下を狭くして、そしたらこの2つの口の幅よりも、角度を揃えるので少し長めぐらいですね。たら中心から45度ぐらいで払ってきます。同じく45度で払ってきたら、上の位置にだいたい一緒ぐらい、上の位置とだいたい同じぐらいに、やっぱり四角に近い口、下を少し狭く、これも四角に近い感じで下を少し狭くして真横に止めます。